ねおソロなんです。だから百音さんとねおソロだねっていう話をね前してたんですよ。はい、ではうどん餃子を作っていきたいなって思います。はい、用意するものはですね、卵一つと、55分までじゃなかった、あ、45分だ。お、危ない危ない、また危ないことしてしまった。45、すいません、45分、計算ができてませんね。料理するものはニラ、ニラ、うどん一玉、卵、そして豚肉、合いびき肉でも大丈夫です。あと醤油、酒、美味しいですよ。でまずですね、ボウルにお肉を入れていきます。しっかり手を洗ってくださいね。はい、あ、その前にニラ切っとこう、めんどくさいので。もう最近ニラ切っちゃいますね。ニラは1,2,3,4 ぐらい、結構ざっくりでいいです。 見えるかな、調節しながら。お、見えた見えた。ニラはね結構ざっくりめに切っときます。まあどんぐらいでもいいんですけど、全然ざっくりの方が美味しいかなと、存在感が出るのでね。よし、ニラ切っときます。もうちょっと、うん、どうだっちゃくてもいいかな。まあ、細かく切った方が混ざりやすいかもしれないですね。まあ、いろんな形で切っときましょう。まあ、包丁の出番はもう言うて終わりです。これでバイバイです。じゃあニラを端っこに置いといて、はい、星集めてきます。ありがとうございます。この後はですね、豚を、ボウルに入れます。ボウルに入れて、塩と胡椒をします。さあ、塩、大準備、保証済み、ありがとう、胡椒、わっカリーとはカレーのことですか。ありがとうございます。本当に皆さん、お酒もシャー、あの料理酒ですね、シャーッと入れて、入れすぎたの、ちょっとさっきね、ちょっと見てなかったから入れすぎましたね。醤油もシューッと入れます。まあ、大さじ1ぐらいですね。そしてですね、あ、お肉を混ぜていきたいんですけど、あ、そんなんで大丈夫なんです。その前にね、大切なこと忘れてました。切るの終わりって言ったんですけど、嘘です。まだ切るものありました。よいしょ。うどんを3等分ぐらいにしていきます。これは、まあ、もうちょっと細かく切ってもいいんですけど、このままうどんを入れちゃうとダメなので、うどんを切っとかないと混ざりにくいっていうものがあるので、うどんを切ります。そう、あ、星いっぱいありがとうございます。ゆうちゃんこんにちは、こんにちは。51、ありがとうございます。ちゃんとやったー。よいしょ、ゴミですね。うどんを1,2,3粒とかですね、まあ、そんなに切らなくていいと思うんだよな。まあ適当にうどんを切っといてください。そうするとですね、さっきのお肉があります。その名物はですね、うどん餃子と言います。
うどん餃子って書いといた方がいい？テロップに書けるかな。よいしょ。よいしょ。うどん。あ、書けた。イベント中なのでぜひ星とご時間ともよろしくお願いします。それではですね、お肉をね、もうね、空気が抜けるぐらいまで混ぜていきたいと思うので、手袋を用意します。はい、本当はスプーンでもいいんですけど、手の方が混ざりやすいのでね、しっかり手で混ぜていきます。こうやってぐちゃぐちゃってぐちゃぐちゃって混ぜていきます。そう、ぐちゃぐちゃぐちゃって星いっぱい投げてください。はい、ぐちゃぐちゃってね混ぜていきます。そうするとある程度混ざったら、よいしょ、空気を抜くんですよね。はい、その後にさっき卵、ニラも入れる前にさっき卵を割るみたいです。さっき卵をインします。これ見えないよね、入れるところ。ちょっと、よいしょ、私の顔はバイバイ。卵を入れます。卵を入れることで材料が混ざりやすくなるんですよ。これでまた混ぜていきます。あ、こうした方がいいか。で、ある程度混ざったらニラも入れていいですか。レシピは覚えてたんですけど、ちょっとこの前やった時すっごい雑にやっちゃったんですよね。ニラ入れます。いや、本当にこれ結構どんな手順でやってもね、出来上がるんですよね。混ぜて焼けばいいだけなの。ニラ入れて混ぜる。よいしょ、ニラ塊だった。よいしょ、ニラでかかったか。そして、まあ、うどんも入れちゃいましょうか。うどんも入れます。よいしょ、うどん投入。混ぜます。よいしょ。もうとりあえず混ぜる。とりあえずぐちゃぐちゃになるまで混ぜる。混ぜて空気を抜きます。空気が抜かないとフライパン上で円にならないので、空気はしっかり抜きます。よいしょ、よいしょ。あの、手で混ぜたくないって方はスプーンでも全然大丈夫です。ニラでかかったね、確かに。あ、疲れてきた。よいしょ、この卵のね、とろみと一緒にニラ大きい。本当だ、存在感出しすぎだよ。ニラ自分だってな、ニラ長ないってめっちゃ生きてる。美味しいってまだ食べてないよ。こんな彼女欲しい、本当に嬉しいな。でもなんかこんな感じで料理してたら怖くないですか。大丈夫。よいしょ、お、空気抜けてきたぞ。よいしょ、はいはいはい。ちょっと本気ですね、こうやって空気抜いていきます。よいしょ、よいしょ。空気抜くことだね、大事なので。スプーンだったら空気がちょっと抜きにくくてですね。よいしょ、はい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 。あー、疲れた。すごいです、これは本当に手の筋肉が、明日筋肉痛になりそうです。空気抜く抜く。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。プシュ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 、星をプシュ。あー、あ、西尾さんありがとうございます。ニララビリーすごい大きい。出口に引きそう、武田先生にお世話になってます。皆さん、9月26日に料理本も発売されます。私のね、ソロページもあったりねするのでね、私はもう中身は見せていただいたんですけど、本当にあったら便利な本になっています。めっちゃ可愛くて、めっちゃ分かりやすく書いてあるから、本当に見てほしい。本当にチェックよろしくお願いします。よいしょ、
私のメイクとかファッションのことについては書いてたりするかもしれませんので、できたかな、だいぶ。よいしょ、抜けたかな。10分経過。よっしゃ、あ、できそうだなこれ、11分のうちに。よし、ではこんな感じでですね、空気は抜け終わりました。よいしょ、はい、こんな感じです。翻訳者ありがとうございます。よし、チヂミみたい、そうそう、そんな感じです。正解、正解です。よいしょ、ではですね、早速焼いていきたいと思うんですけど、私の弟にはいつもこんぐらいの大きさで焼くので、結構これだと、まあ、結構な量ができるんですよ。だからこのフライパン1枚まず焼くのは半分ぐらいかな、スプーンなので。50ユナ管理ありがとう。検証に気をつけて、はい、皮は包まない、そうなんです、うどん餃子なんですけど皮は包みません。皆さん想像できますかね、聞いたことある人はあると思うんだよね。よいしょ、よいしょ、2分割して、よいしょ、ではやっていきたいと思います。ランキング調数できるかな、ちゃんと心配。あとひっくり返すときに大きい人はお皿を用意しておくのがポイントです。ちっちゃかったらね、フライ返しでひっくり返すことできるんですけど、そうじゃない方はぜひお皿置いといた方がやりやすい。あ、そう、パンケーキみたいな感じです。あ、なんか緊張してきた、大丈夫かな。よし、ではやっていきます。油を引いてあるみたい。でも私はね、もっとね、油はいっぱい引きたいのでごま油を引いてきます。油が引いてあった方がフライ返ししやすいです。そう、餃子なのに包まないんです。ハンバーグの形にもできるっちゃできる、どんな形にもできます。正直で私は大きいサイズで作ります。よし、ではいざ。お、重っ。豆乳、よいしょ、いけるかな。これを伸ばす、伸びるかな。真剣になってきちゃった、いびつな形しちゃった。よいしょ、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 よいしょ。あ、ここに穴ができた、スイカ大きい、そう、大きく、大きいサイズでやります。私はニラがでかいな。で、なるべく空気を抜くように上でもね、やっていきます。空気を抜く感じで、こうやって見えてるかな。お腹空いてきた、はい、つきますよ、美味しいですよこれ。よいしょ、これはね、失敗するか失敗しないかフライ返しにかかってるっていうところは一つあるので、しっかりね、本当にここでどれだけ空気を抜くか、ここでも大事になってくるので、空洞ができてたら本当に失敗するリスクが増える。餃子よりお好み焼きみたい。うどん入ってます、そうです、ニラ、うどん、豚ミンチです。うどんが餃子の皮の代わりなのかな。そう、まあそんな感じですかね。うん、包まない感じです。え、これフライ
ないよ。うどんが入ってるから結構緩いんですよ。蓋はしない、よいしょよいしょよいしょ。表面の色が変わってきたら返します。わあ、なんか微妙だな。フライ返しできるか。蓋ある？弱火にしました。ちゃんと今はなんか焦げそう、怖いな。皆さん星いっぱいありがとうございます。4位まであと5万ポイント。お、ソースはごまドレッシングだったりポン酢だったりです。そんな感じです。焦げパスタやん。でも焦げても美味しいんですよ、これ結構。焦げたらちょっとカリカリめのお好み焼きができるって感じになるので、真っ黒焦げにならない限り結構成功するので、どんな形でも成功です。ポン酢美味しい、ごまだれも美味しい。ポン酢とごまだれどっちもね違う感じの味になるんですよ。焼きポトフあとチヂミみたいな感じになる、ポン酢だったら。色変わってきたぞ。よし、あ、絶対色変わってきた。ではね、いざ勝負ですね。少し色が変わってきたので、え、どうしたっけな。私お皿をねちょっと火弱めますね。ひっくり返したいと思います。え、緊張する。ちょっと真ん中にしよう。あ、いいよ、固まってきた固まってきた。まだかな。でもまあいけると思う。お皿をフライパンにかぶせます。そしておいしょー。わー、できた。表面こんな感じです。これをですねこれをもう一度フライパンに流します。おいしょ、できたできたできた。オッケーオッケーオッケー。そしてまた弱火で蒸します。こんな感じで蒸していきます。あー、できたできた。ちょっと安心した。あとは最後盛り付けできるかどうかですね。ちょっとニラが余ったから。あー、できたできた。安心安心。ちょっとお皿の上に残されたね。あー、今20分ぐらいは経過したので欲しい参集などなどぜひよろしくお願いします。こちらにねエモスト出演中、 Facebook と Twitter ちゃんと連携してお願いします。星も50カウントもお願いします。ギフト終わってます。熊祭りは熊10連でやります。そして次の配信は15時半からです。次の配信はね、遠足で私がよく200、遠足って駄菓子200円以内で買ってこいみたいな感じじゃないですか。だからいつも私同じものを買っていたので、遠足の200円はそれを買ってきたので、皆さんと駄菓子をパーティーしたいなと思って、だから遠足でねよく私が買っていた駄菓子を紹介したいなと思います。200円以内でチヂミかと思った。チヂミみたいな感じです。でもうどん餃子の材料が入ってるんですよ。わー、ハートたくさんありがとうございます。キャンです。うまい棒は買ってるかな、どうでしょう。2週50カウント終わり、ありがとうございます。泣きさいとき時田さん、ありがとうございます。おやつ楽しみ、本当に嬉しい。フェイスブックも連携、あ、どっちかで大丈夫です。流し大好き、イエーイ。あ、もうできたかな。まだ4分くらいか。でも5位いいポジションで、もっとねまだギリギリなので
頑張りたいです。たい焼きはね、もう食べちゃった食べちゃいました、昨日で全部食べちゃった。よし、お、そうそう、おお、焼けたんじゃないですか。どうだろう、私この時いつもどっちが台紙でやってたっけな、忘れちゃったな、またフライ返してたっけな、それともこのまま入れたっけな。よいしょ、こんな感じ。インスタには載せないですね、私あんまり自分が作った料理をインスタに載せてなくて、ストーリーには載せようかな、もう一枚作って。お好み焼きみたい、まあそんな感じですね。言うたらこれもうちょっとサイズをこんぐらいにして作るのも全然大丈夫だと思います。だから自分で食べれるよう調節できるからおすすめです。焼けたかな、焼けたかな、もうちょっとかな、まあ目安は片面4分4分ぐらいですね。あ、ではそろそろ焦げるね、確かに。このままでいいか、え、これパンってフライ返しした方がいいかな。おいしょー、完成しました。餃子より簡単、そう、餃子より全然簡単です。あ、いいよ、こっち行きます。イエーイ、火心配されて、本当に焦げそうだからね、焦げてるかもしれないし。こんな感じです、美味しそうにできた、イエーイ、できました、うどん餃子換気扇消そう、うるさいね。よし、今日はねちょっとね、いつもはねテーブルで食べるんですけど、あのズームじゃないのでね、ここで食べたいと思いますあ、ストップウォッチ置いとかないと分かんなくなっちゃいそう。あと15分あるのでね、ゆっくり皆さんともぐもぐしながら食べていきたいなと思います。お、落ちちゃった、はあ、あ、待って、ここに貼れそう、タイムテーブルあ、見えなかった、いけたいけた。フル完了ありがとうございます、嬉しい、フル完了嬉しいです。タレはねどっちにしようかな、どっちがいいですかね、ごまドレッシングかポン酢なんですけど、私はどっちかというとポン酢派なんですよね。あ、複数のアカウントでギフトを投げてしまうと限定されてしまうので、皆さんアカウントは一つでよろしくお願いします。はい、家族のママがめっちゃ協力してくれたママが作っていつも作ってくれる料理をねあれしてるので、ネーミングがジュアル、本当にうどんの感触はおおうどんの感触は後で言いますね。刺身はねもうね胃の中に溶け込みました。よし、ポン酢、餃子のタレ、餃子のタレは食べたことないな。半分じゃあ餃子のあポン酢で半分ごまどれにする、なんか見栄え悪くないかな。 あおいしい。よし、お、なんかこうしとこう、あははママがレシピ本持ってきてくれたよし、では食べたいと思います。じゃあまずは、まあ、これが原型だとして、皆さんポン酢食べてほしいですか。ポン酢は結構、じゃあ一回私は好きなのでごまドレをちょっとだけかけて食べますね。さあ、ごまドレ美味しいんですよ、かけすぎた、ごまだれ、青じそドレッシングも美味しそう、何でも合いますねこれは多分。
いただきます。酢醤油って何？酢醤油なんか見た食べたことない。いやー久しぶり。豚ミンチが美味しいんですよ。男飯って感じ。あー、うーん、うかっ、うんふん、うーん、うんふん、ラー油かけても美味しそう。確かに。あのうどんがもちもちしてるんですよ。なんかであったかいからうどんが柔らかくなって、でもいい感じのきしめん、なんだろうな、コシが出ててもちもちしてて美味しいです。めっちゃ。ニラはしなしななので美味しい、すごく。であのね、結構豚ミンチ入れてるんですけど、豚ミンチを入れることによってなんかお肉のなんだろう、ずっしりとかぎゅうぎゅうさが出てるから、結構お肉の主張が強いんですよこれ。だからそう、だから結構お腹にたまります。うん、なんかジューシーっていうかな、なんだろうな、結構さっぱりしてるようには見えるんですけど、お好み焼きみたいにちょっと軽いわけではなくて、お肉がぎっしりしてるから。弟は基本このサイズ食べるんですけど、私はいつももうちょっと小さいサイズ食べます。だからこれは結構男性用サイズぐらいかも。まあ難点は空気が抜かなければ抜かないほどポロポロこぼれるっていうのが難点です。腹持ちいい、めっちゃ美味しい。うん、うん、味は全然餃子じゃないです。餃子ってお肉感があるのとないのがあるじゃないですか。でもなんかお肉感がある餃子には近いかもしれないけど、皮がないから餃子って感じはあんましないかもね。ごまドレッシングをかけてるからこそ余計にね。でもごまドレッシングの主張も別に強いわけじゃないんですよ。だからごまドレッシングとここから出てる油がいい感じに混じって、でお肉の油ともいい感じに混じって、ごまドレッシングがちょっとね主張が柔らかくなってるって感じ。だからごまドレッシングかけても美味しいんですよね。うん、北海道届けて作ってみて。うん、でもポン酢で食べなかった理由は、ポン酢でやるとチヂミっぽさが出るんですよ。でポン酢だと結構ポン酢の主張が強いんですよ。そう、でもごまドレだったらね、ごまドレがねなんかね違う味になってくれるから、ちょっとおすすめしたかったんですよ。でも結構皆さんも餃子のタレで食べた方がいいとか、青じそドレッシングで食べた方がいいとかあるので、それでも全然美味しいと思います。結構何のドレッシングにも合う。でもシーザーとかは合わないかも。マヨネーズとかはマヨネーズとかは合わないと思います。うん、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 スパイ系もあると思います。チョレリドレッシングはどうなんだろう。うん、酢は美味しいと思う。味ポンで合うから、ちょっと反対の面でポン酢で食べてみましょうか。お腹消化してる。ちょっとじゃあポン酢かけよう。ポン酢久しぶりに食べる。なんかラー油かけた方がいいっていう方もいたから、後でラー油もかけてみよう。よいしょ。ポン酢もねしっかりかけた方が美味しいですよ。
まあ、難点は本当に綺麗な形で食べれることはないっていう感じです。いただきます。うん、ポン酢は食べ過ぎていつもの味って感じだ感じだ。ポン酢はね、まあ外れではないよね。な、絶対合う。これはなんだろうな、ポン酢はなんて言えばいいんだろう。もう一口食べよう。なんて言えばいいんだろうな。ポン酢はうどん餃子の元の味を引き出してくれるって感じです。でも男性の方は結構ポン酢の方が好きかもしれない。女性の方はごまどれの方が合うかもね。ポン酢はね、本当に焼いた感じの味が引き出るって感じ。なんていうの、ごまどれは結構まろやかになるからあれなんだけど、ポン酢は元のなんかこの素材の味を生かすって感じの味します。おいしい。大根おろし美味しそうだね。確かに。ちょっとラー油かけてみよう。ポン酢ここにかけて、ラー油合うのかな。あ、かけすぎた。また出た、ラー油かけすぎ事件。このラー油ようかかるな。あ、でも餃子だからね、合いそう。あすぎた。辛かった。美味しい。でもあ、ラー油は餃子感増しますね。やっぱり餃子のタレに似てるからかな。やっぱり美味しい美味しい美味しい、めっちゃ美味しい。辛いのが好きな人はラー油かけた方がいいかも。辛いからごまどれ。50カウント管理ありがとうございます。食べるラー油美味しそう。あ、あとちょっとでランキング読めなきゃ。ランキング読めますね、5分経ったら。ニラ、ニラが好きだったら絶対やった方がいい。これうん簡単に作ってみ、作ってみてください。嬉しい、ありがとう。よし、読みますね。そうそう、ありがとうございます。50ラビッツ完了ありがとう。3週と50カウント完了。ケイターさんありがとう。ユニバから申し上げます、ありがとうございます。食レポ楽しい、嬉しいです。よし、ではランキング読みたいと思います。お、椅子が倒れそう、危な。13位イトキン、ありがとうございます。イトキン、ぜひ作ってみてください。絶対イトキンはポン酢で好きそう。10位12位、ゆうゆう、ありがとう。ゆうゆうは青じそドレッシングで食べてみてください。
11位大輝くん、大輝くんありがとう。アイコン変えてたね、嬉しかった。大輝くんもポンズで10位カオルステーシーさん、ありがとうカオルくん。カオルちゃんはね、うん、ポンズの方が好きだと思うけど、ごまどれで9位醤油さん、お初めての男女で見ました、ありがとうございます。醤油さん、じゃあ醤油さんは醤油で食べてください合うと思います。8位ガンザン、ガンザンありがとう。ガンザンなんとなく7位ポッポ、ポッポありがとう。ポッポはごまどれで、ありがとうポッポ。6位コロワさん、コロワさんありがとう。コロワさんもごまどれでお願いしますなんとなくです5位峠さん、峠さんもありがとうございます。峠さんは絶対ごまどれでお願いします。ポン酢だったらチヂミって言いそう4位白、白もありがとう。白は多分ポン酢の方が好きだけど、ごまどれでお願いしますでは3位シュートくん、お、シュートくんさっきも 3位以内乗ってくれた。シュートくんはうーん、何にしようかな。シュートくんはねスポーツ選手っぽいので、野球もあれだし、ポン酢で食べてみてください。いっぱい食べてね2位ひろとくん、ひろとくんも、ひろとくん、ひろとくんはじゃああ、なんかひろとくんはね、はい、かけた、ごまどれでお願いします1位マグマグ、わーマグマグ、またマグマグ嬉しいよ。じゃあマグマグはね、じゃあマグマグはね、よいしょよいしょ、ラー油でラー油でお願いします。ラー油食べてみてください。マグマグありがとう、マグマグイエーイ。よし、あと2分弱ですね。今日はこの上位3人、今日この枠はこの方々が上位3人でした。ありがとうございます。イラスト描かせていただきました。壇上に名前を呼ばせていただいた方や、あの他にもね、たくさん星とか投げてくださった方、本当にありがとうございます。うん、ラー油だけ、あ、ラー油だけじゃないね、ちゃんとあの餃子用のドレッシングもかけてください。ハートもたくさんありがとうございます。キュンです、キュンキュン。すごい料理配信久しぶりにしたけど、たくさんの方に見ていただいて嬉しいです。ありがとう、めんつゆもありだよ、嬉しい、よかった。なんか私が結構この料理は紹介したかったから、あの紹介できて嬉しいです。なのでぜひ皆さんも時間が空いた時作ってみてください。40分で作れるかなとか考えてたんですけど、意外と20分ぐらいで作れたので簡単だと思います。ではね、この後は、15時半からあるので、そこでは駄菓子、私が小学校の頃よく遠足で持って行ってた駄菓子を紹介しながらもぐもぐしたいと思うので、ぜひ見に来てください。皆さんもね、ぜひ駄菓子用意してみてください。値段当てゲームとかしても大丈夫ですよあと20秒ぐらい、よかった。もうまたね、あの分かりにくかったっていう方がいたら、またレシピをねまとめたらいいなと思います。ではあとちょっと、皆さん今回も来てくれてありがとうございます。また星満タンお願いします。またね、ありがとう。